株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。プロ野球2021シーズンは史上稀に見る接戦となった日本シリーズで、ヤクルトがオリックスに4勝2敗で勝利し、20年ぶりの日本一に輝いた。これはデモ音声です。全6戦のうち5試合が1点差ゲームで、第6戦は延長12回での決着。株式会社 AI が提供するデモ音声です。12球団の頂点に立ったヤクルトの選手の多くが涙を浮かべていた姿からも、日本一への道のりが容易いものではなかったことがうかがい知れる。これはデモ音声です。リーグ優勝、そして日本シリーズ制覇の難しさを知る人物がここにもいる。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ペナントレースとクライマックスシリーズ CS でオリックスに行く手を阻まれたロッテの井口資仁監督だ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今季は1次リーグ首位に立ったり、優勝マジックを点灯させたり。株式会社 AI によるデモ音声です。優勝に手が届くところまで近づきながらも掴みきれなかったシーズンを、率直な言葉で振り返ってもらった。これはデモ音声です。取材・構成・佐藤直子。まずはじめに、皆さん、今シーズンも1年を通じて熱い応援をいただきありがとうございました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。残念ながらリーグ優勝、日本一には届きませんでしたが、選手はみんなこの1点をつかみ取る。株式会社 AI によるデモ音声です、というスローガンを胸に刻み、よく戦ってくれたと思います。これはデモ音声です。同時にまだまだやることはいっぱいあると改めて実感しています。これはデモ音声です。もちろん昨シーズンよりもいい戦いができた手応えはあります。これはデモ音声です。でもやはり勝ちきれなかったのは事実。これはデモ音声です。短期決戦の CS で敗れたのも総力が足りなかったからです。これはデモ音声です。そこをどうやって改善していくか。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今シーズンに集まった様々なデータをアナリストに細かく解析してもらい、監督・コーチの肌感覚や反省も合わせながら、選手を含めたミーティングを秋季練習中に開催しました。株式会社 AI によるデモ音声です。投手・野手それぞれについて振り返りたいと思います。これはデモ音声です。まず投手陣の収穫は、後半になって小島・和也が長いイニングを投げられるようになったこと。株式会社 AI が提供するデモ音声です。そして、佐々木朗希が先発として一軍でしっかり投げられるようになったことです。これはデモ音声です。朗希は来季以降1年間ローテーションを守れるという自信がついたのではないでしょうか。これはデモ音声です。CS でもエース級の投球をしてくれました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ここ一番で自分の力を出せるのはエースの条件。株式会社 AI が提供するデモ音声です。来季の期待度は高まります。株式会社 AI が提供するデモ音声です。一方、課題は先発陣で貯金をほとんど作れなかったことですね。これはデモ音声です。
クオリティスタート6回以上自責点3以下の数を見ても、うちは65回で、パリーグでは下から2番目。株式会社 AI によるデモ音声です。ハイクオリティスタート7回以上自責点2以下となると、さらに数を減らします。株式会社 AI が提供するデモ音声です。体力面も含め、エースを争えるような投手を複数育てていかないといけません。株式会社 AI が提供するデモ音声です。野手に関しては、チーム打率は239と低かったものの、リーグ最多の584得点、1試合平均4点以上を挙げることができました。ではデモ音声です。凡打でも、走者を一つ前の塁に進めたり、四球や盗塁を多く積み重ねたり、1点にこだわる野球を実践できました。これはデモ音声です。荻野隆と中村翔吾で得点圏に走者を進め、マーティン、レアードで返すという得点のパターンが生まれたことに手応えを感じました。これはデモ音声です。ただ、相手がエース級のピッチャーとなると、簡単には点を取らせてもらえない。株式会社 AI によるデモ音声です。CS では、特にスピードボールへの対応に苦戦しました。これはデモ音声です。打点とホームランで外国人選手に頼りすぎているところがあるので、若手の長距離砲を育てることは必須です。これはデモ音声です。可能性を秘めた選手は多くいますが、すぐには育たない。株式会社 AI が提供するデモ音声です。我慢強くどうやって使っていくか。これはデモ音声です。その中でも、今年は、山口、コーテルが波はありましたが、一軍に定着し、佐藤俊也も、昨季以上に、キャッチャーとしての出場機会を増やしました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ここからレギュラー争いするレベルまで、どう育てるかは、我々の仕事でもあります。これはデモ音声です。監督として4年目のシーズンでしたが、今季は貯金中67勝57敗19分けとすることができました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。勝率を見ても、1年1年しっかり積み上げられている実感があります。株式会社 AI が提供するデモ音声です。最後は失速したものの、優勝争いができるチームのレベルまで来ているのではないかと感じています。被害者 AI が提供するデモ音声です。あとは、優勝するために何をすればいいのか。株式会社 AI が提供するデモ音声です。選手には、毎年課題を与え、それをクリアさせながらここまで来ているので、当然、来季は、これまで以上のことを求めます。株式会社 AI によるデモ音声です。秋季練習を締めくくる前に、参加していた若手選手には、一人一人が自分でポジションを勝ち取らなければいけないとメッセージを伝えました。これはデモ音声です。なんで秋季練習をしているのか、勝ち取るためにはどうしなければいけないのか、しっかり考えてほしいからです。ではデモ音声です。マリーンズは石垣島でキャンプを行うので、2月中旬には練習試合やオープン戦のために沖縄本島へ渡ります。株式会社 AI が提供するデモ音声です。つまり、遠征メンバーに入るには、そこまでに結果を出さなければならない。株式会社 AI が提供するデモ音声です。
キャンプインする2月1日には競える状態でなければなりません。これはデモ音声です。レギュラー陣に追いつき追い越すためには、オフの過ごし方が大事。これはデモ音声です。自覚を持ってポジションを取るように話をしました。株式会社 AI によるデモ音声です。幸い、コンディショニングチームがしっかりプログラムを組み、個々の選手が取り組むべき課題やメニューを提示してくれています。機会社 AI によるデモ音声です。あとは選手次第。機会社 AI が提供するデモ音声です。2月1日に合流すれば、誰がやってきたか、誰がやってきていないか、一発でわかるので非常に楽しみです。株式会社 AI が提供するデモ音声です。オフの選手補強ですが、レアードが早々に残留を決めてくれたのは心強いですね。株式会社 AI によるデモ音声です。大きな補強ポイントでもある中継ぎは、外国人選手も含め積極的に動いてもらっています。これはデモ音声です。その他のポジションもトレードを含め検討しています。機会社 AI が提供するデモ音声です。新入団選手も楽しみな存在です。これはデモ音声です。ドラフト1位指名の松川虎生は、打てるキャッチャーを目指してほしいので、どういうプランで育てていくのがいいのか、球団や清水、畑海バッテリーコーチと考えています。これはデモ音声です。かなり高いレベルの選手だと思いますが、即戦力としては考えていません。株式会社 AI が提供するデモ音声です。体力面を伸ばしたり、ピッチャーとのコミュニケーション能力を磨いたり。株式会社 AI が提供するデモ音声です。高校生とプロではレベルが違いますから、合同自主トレで様子を見ながら、キャンプの振り分けなど考えていきたいと思います。株式会社 AI が提供するデモ音声です。監督に就任して以来、常に優勝争いできるチームを作ることを目標にしてきました。株式会社 AI によるデモ音声です。その目標はある程度達成できたと感じています。株式会社 AI によるデモ音声です。なので、5年目を迎える来シーズンは優勝争いではなく、優勝にこだわります。株式会社 AI によるデモ音声です。来年こそ優勝します。被害者 AI が提供するデモ音声です。そのためには、非常な采配も含めた厳しさを持って戦っていかなければなりません。デモ音声です。選手も、みんな、それに耐えうるレベルまで育ってきたと感じています。これはデモ音声です。今季141試合目で優勝を逃したことは、選手にとって本当に応える経験だったと思います。これはデモ音声です。毎年一段ずつ階段を上がってきたけれど、優勝には一歩足りなかった。これはデモ音声です。何をすれば優勝できるのか。株式会社 AI が提供するデモ音声です。それは、選手たちが身をもって学んだと思いますし、我々にとっても、いい経験となりました。これはデモ音声です。優勝。株式会社 AI によるデモ音声です。来シーズンこそ、この2文字を手に入れます。これはデモ音声です。そして、その戦いはすでにスタートしています。
識会社 AI によるデモ音声です。佐藤直子、直子、佐藤。